アン女王の復讐号を描いたイラストアン女王の復讐号はイングランドの海賊黒ひげの機関として使われた海賊船。西アフリカ沿岸からハリブーまで広く荒らし回った。黒ひげがこの船を使用したのは1年未満であるが、黒ひげ艦隊の機関として有名である。口述の経緯で米国のオスカロライナ州防砲と沖に沈んでいたが、 トレジャーハンターによって1996年に沈没船として発見され、2011年に民間業者により引き上げ作業が開始、2013年までに船体を引き上げる計画とされていた。結局、2014年までに大砲の一部と怒りが引き上げられた。2004年にノースカロライナ州の国家歴史登録財に登録された。船自体は、 ナンバー0400148として、ノースカロライナ州とマーヘッドシティの所有となっており、ナンパ現場は、ノースカロライナ州により、ナンバー 31CR314 に指定されている。300トンのフリゲート、コンコルド号として、1710年にイングランドで浸水した。コンコルドは1年後、フランスによって打破され、奴隷を含む、 貨物積載量を増やす改装を施された上で、輸送船、ラ・コンコルドとして、奴隷貿易等に従事した。ラ・コンコルドは1717 17年11月28日、奴隷の輸送のために、カリブ海を航行中、引退した海賊、ベンジャミン・ホーニゴールドの後を引き継いで艦隊を、率いていた黒ひげに打破された。ラ・コンコルドは、黒ひげの保有する艦船よりも大型であったために、 速やかに艦隊に編入されるとともに、当初から装備されていた14門の方に加え、新たに原則に訪問を増設し26門以上の方と、片弦あたり少なくとも4門の旋回砲を選尾楼、甲板状、選手楼、そして原則に沿って装備する改修を施され、クイーンアンズ・リベンジへと名前を変えられた。クイーンアンズ・リベンジの名は、黒ひげが、 イングランド海軍の一員として活躍したスペイン継承戦争がアメリカ人の間ではアンジョ戦争として知られており、そこから取ったという説や、あるいはアンジョへの共感から付けられたとも言われている。1718年5月、黒ひげはサウスカロライナのチャールストン湖を海上封鎖し、チャールストンに出入りする船を対象に約1週間にわたって略奪を繰り返した。 封鎖後、黒髭は行政官の恩赦の申し出を拒絶し、帰化の召喚隊を率いて、暴報との入り江に逃走した。入り江において、クイーンアンズリベンジは座礁し、黒髭は各艦船により引き出そうとしたが、逆にさらに一石が座礁する結果となった。このため黒髭は、召喚隊を解散させるとともに、クイーンアンズリベンジの物資をより小型のリベンジ号などに移して、 同船を放棄した。その後、1996年に沈没船となって発見される。特集、カリブ最強の海賊2006年8月号、ナショナルジオグラフィック2017年2月、ナショナルレジスターオブヒストリカルプレイセズノース、カロリーナ、カートレットカウンティ、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2016年11月22日、 閲覧。ザシップレック。qaronline.org。2016年11月22日。閲覧。アンガス・コンスタム。ザバイレードシップ1660-1730。オスプレイ・パブリッシング。ありがとうございます。